リーグ2023本日の第1試合を終えて、これから選手によるトークショーを行います。 MC を担当しますのは沖縄ベースボールアナウンスアカデミー生の佐藤百合子です。よろしくお願いします。そして本日のゲストには新里和久選手と鈴木隆成選手にいらっしゃっていただいております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは自己紹介を新里選手の方からお願いします。今年、私別北海道フロンティアリーグの私別サムライブレイズに、所属していました、沖縄県出身の新里和久と申します。年齢は22歳です。お願いします。お願いします。今年の途中からビバイブラックダイヤモンドに入団させていただいた鈴木隆成です。ポジションは内野手で、23歳です。出身は宮城県です。お願いします。ただお二人ともシーズンで同じ北海道のフロンティアリーグでプレーされていたということなんですが、もともと面識はあったんですか？いや、僕は全然知らなかったで、このウィンターリーグで始めました。いや、向こうのリーグで始めまして、はい、で対戦もしていて、そうですね、ジャパンウィンターリーグで今日も第1試合で対戦を終えたという感じだったんですね。なんかお互いのこう何か印象とかってありますか？こうプレーしていたとか、今日こうジャパンウィンターリーグが始まってからというのを踏まえて、新里選手の。そうですね、僕はもしこの北海道でのシーズン中は僕キャッチャーでよくビバイスに座ることが多くて、はい、で鈴木さんが途中加入で入ってきた時に、はい、めちゃくちゃ打たれちゃったんで、もう打つイメージしかないというか、なるほど、もうパワーのあるバッターだなというふうに、ね、怖いバッターだなと思って、そうですね、はい、そういう印象があります。はい、そういうシーズン中は、はい、肩が結構新里選手が強くって思って、はい、その盗塁とかパスボールとかで、はい、パスボールとかバンバンしてたんで、はいはい、ちょっとすぐ簡単にいけないっていうか、ちょっと考え方が動きを展開しました。あ、そうだったんですね。あとバッティングも、あ、そう、その自分ショート守ることが多くて、はい、レフト方向に強いので、はい、警戒している選手だったということですね。で、お二人はジャパンウィンターリーグにこう参加したきっかけというのは何かあったら教えていただきたいんですけど、新里選手そうですね、やっぱり僕は去年も参加して2回目の参加になるんですけど、はい、やっぱりこの期間いろんな選手と交流しながらプレーすることで、学びがすごい多いというか、はい、それで、今年も自分 の経験値を増やすために参加しようと思って、それで参加しました。普段は北海道でプレーして、ジャパンウィンターリーグは今年は大分の B リングに来期に所属が決まっていて、はい、それまでは北海道に占めてそうですね。でももともとは沖縄出身なんですよね。そうですね、沖縄出身で、はい、去年クラブチームに所属しながらインターリーグ参加して、はい、でこの私別からお話をいただいて入団したっていう感じです。なるほど、なんかこの気候の差っていうのがかなりあると思うんですけど、そういったものってプレーに支障というか何か影響はありますか？そうですね、開幕の時がすごい寒くて、はい、一桁の気温の中でやってたので、5月で一桁っていうのは僕の人生の中でなかったの で沖縄かなりもう5月だと気候的にもう夏でというかもう30度近いので、はい、ゴールデンウィークに雪が降るっていうのは僕の人生で初めてだったので、すごい面白かったです。鈴木選手も北海道でプレーされていたと思うんですが、北海道と沖縄での気温差で何かこう体で感じたこととかありますか？いや、気温より風が強いイメージ、はい、風、今日かなり風吹いていましたよね。やはり守っているとそういうのって守備していると難しかったですね。フライ上がったらしっかり声出さないと誰が取るか分からない、はい。結構野手でも海外の選手とこう声かけ合う場面があると思うんですけども、そういった面で声のかけ合いというのは難しいですか？国立リーグは結構、はい、外国人のピッチャーとかいたり、野手もいたりするので、はい、そういうなんか声のかけ方は
やったりとか。あ、そうなんですね。してたこともあったので、うん、慣れてるわけじゃないですけど、ちょっとは、はい、普段からもやっていて、まあ、ここでもやってそうそう、はい、独立リーグ、やっぱ海外の選手も一緒にプレーしてそうですね、そうですね、去年、まあ、この標津でもインターリーグ一緒に参加したレナードっていう外国人がいたんですけど、はい、もう、まあ、何ですか、シーズン中ずっとこのキャッチャーで指示を出したりとか、はい、で、まあ、来季もこのレナードと一緒にプレーするんですけど。そうなんですね、大分で。そうですね、なので、まあ、外国人とのコミュニケーションっていうのはやっぱりこのインターリーグではすごい勉強になるなって。そうですよね、はい、こう数を踏んで慣れていくと、お二人いい経験になりますよね。そうです。はい、そしてあの鈴木雄星選手、ビバイブラックダイヤモンド所属で、今日の監督の鈴木洋平さんがいらっしゃって、金子洋平さんがいらっしゃっていたということで、お話とかされましたか？昨日とか思ったんで、何か言われましたか？こう具体的にはとかプレーを見られて、アドバイスとか、まあ、結構調子良かったので、あ、いいね、お褒めの言葉をいただいて、普段のこう教えていただいてる時も結構こういただくんですか？ポジティブな感じで話してくれて、はい、そうなんですね。でもまた私立のサムライブレイズでも、あの中村勝さんでしたね、こう NTT で活躍されたこう指導者の方が多いと思うんですが、なんかこう何ですか、やっぱり元 NPB の方から教わることが多いんですか？そうですね、あの、まあ、北海道にいた時は、はい、もうこの選手よりというか監督がすごいコミュニケーションを取ってくれる方なんで、まあ、この日頃からいろいろアドバイスいただいたり、まあ、僕はキャッチャーなので、まあ、このピッチャー目線から この配球のことを聞いたりとか、そういうのをまあ日頃からできたので、まあ、この NPB 経験された方の話聞けるのはすごいいい経験だったな。そうですよね、貴重な経験で、かなり自分の中で成長を、そのアドバイスをいただけるそうですね。さあ、そしてあの話はちょっとジャパンウィンターリーグに戻るんですが、あと、まあ、沖縄ということでこの地で開催していて、オフも多いと思うんですけれども、どこかあのお出かけとかされましたか、鈴木選手は？なんか大きいイオン、はい、あ、ライカムですか？イオンライカムに行かれたんですか？あ、どなたか行かれたんですか？松尾健一選手、松尾健一選手、松尾健一選手と、なるほど、一緒に3人で行かれて、イオンライカムは沖縄出身の方からしたらどんな場所なんですか？そうですね、もうなんか買い物とか、なんか、なんかそのショッピング行くってなったらライカムに行く。なるほど、でも有名な場所というか、え、何かお買い物されたんですか？ケーキ、松尾さんのケーキ。ケーキ甘そうなんだ。甘いんだ。その時はたまたま。たまたま食べたくなって。なるほど。そうなんですね。新里選手はもともと沖縄にいたと思うんですけど、戻ってきて、なんかどこか行かれたりとかしましたか？そうですね。僕結構海が好きなんですけど、はい、僕夜の海というか、この波打ち際のこの、引くのが好きで、よくこの、まあ、練習終わりとかに、友達とかと行って、はい、この、まあ、波を眺めながら、海を眺めながら、黄昏ながら、おしゃべりしながら、それは一人で行って？いや、あの友人とかと練習した後に行ったりします。そうなんですね。お二人、年も近いということは良かったね。今度海に誘っていただいて、はい、一緒にこう野球について語ったりとか。
またよりなんか違う刺激というか学びが、まあ、こう見てるだけですごい学びになる。いい経験。いろいろ吸収していきたいと思います。鈴木選手は初参加で、こう、でもあと残り数日じゃないですか。何かこう自分の中でこう吸収できた面部分だったり、課題だったりとかありますか？この選手のここがすごかったとか。企業、やっぱ企業の選手は、はい、安定感が違うと思う。はい、1試合を通してもし、シーズンを通しても安定した、はい、安定して成績を残したらチームのためにもなるし、はい、チームが勝てればいいので、はい、雑に引かないといけないし、自分の、はい、体力の維持だったりとか、はい、調子の維持もまだ見たいということだったんですね。私一つ鈴木選手に気になる部分があって、バッターボックスに入る前にすごいジャンプ、0から100の出力というか、それを意識して、そう、綺麗だって。あ、そうだったんですね。はい、すごいもうルーティンがあるのかすごい気になってたんで、今解決できて嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろお時間にもなってきたので、まあ、残りジャパンウィンターリーグの、アドバンスはもうわずかとなってきました。新里選手はこの後は参加とかってまだありますか？そうです、アドバンスの参加はもう今日で最後なので、はい、コーダーの方ではありますか？多分最後の25でしたっけ、24の日曜日は、はい、まあ、行くんですけど、そうですね、はい、じゃあ最後にでは2人からこう一言ずつ、ジャパンウィンターリーグを最後に向けて、でしたりとか、まあ、来シーズンの意気込みだったりとかあれば、カメラの方へメッセージとかで一言ずついただいて終わりにしたいと思います。そうですね、まあ、この最初の方にも言ったんですけど、このウィンターリーグでしか経験できないで、挑戦というか、このやってみてどうだったっていうのをシーズン中ではできないことがこのウィンターリーグではできるので、まあ、その何て言うんですかね、答え合わせというか、まあ、たくさん小テストみたいなのをたくさんして自分のこの経験値として生かしきれるように残りの期間、一生懸命頑張りたいと思うので。ありがとうございました。では鈴木選手お願いします。インターリーグで学んだ感覚とか、いろいろ聞いて感覚とか練習方法とか、それをただやるんじゃなくて、ちょっと考えて自分なりに落とし込んで意味のある練習をして、意味のある来シーズンにしてチームが勝てる。ありがとうございます。お二人のこれからの活躍も私も注目していきたいと思います。ありがとうございました。本日のゲストは新里和久選手と鈴木隆成選手でした。